お願いします。慈悲の瞑想を始めてこうちょっと心が安らぐ瞬間っていうのを拝見できるようになってきたんですけど、先日夢を見て、その夢が慈悲の瞑想を始める前とほとんど変わらなくて、ちょっとずるい、自分がちょっとせこい、考えを持ってるっていうのをやっぱり前と変わっていないなっていうのを、感じたんですけど、夜寝るときに見る夢っていうのは心が清らかになるてるかどうかをこう確認する、なんかそういう指標になったりするんですかっていうことをお願いします。相当決まってないんですね。まあ夢はいろいろなことで見えますから、慈悲の瞑想すると夢の問題が大体消えてしまいます。夢っていうのは脳の働きだからね、誰でも見るだろうと思いますけど、まあ私は見るだろうと思うんだけどね、見た覚えさえもないんですね。で、だからまあ全然もう覚えておく必要さえもないぐらい、ただ脳の電気信号がちらを行ったり来たりするだけで、まあ時々あったんだから、私も寝ていたのに寝ていたっていうことにも気づかなかったんですね。どういうことかというと、まあ何かもうのことについていろいろ考えて、いろいろまあだからこうなってこうなってからこうなってとかね、その間本当に寝ていたんですね。でまず何か本を読んで本の内容についてちょっと考えていたんですね。だから自分がずっと本を読んでそれやっているつもりでしたけど、突然なんかすごく深い息を吸っているのを聞こえたんですね。いきなり、誰かこの部屋に私しかいないのに誰かが寝ているみたいんだと、これおかしいと思ったら自分なんですあ、なるほど、寝ていたのかと。だから本を読みながらその内容に心を入れていろいろ考えていながらそのまま寝ていて、あのもう流れない。だから寝ていた間の思考っていうのは夢でしょ、結局は。で私の時夢というかね、もう夢っていうのは現実から相当離れているっていう意味になるんですけど、これあんまり離れてないんですね。だからまあそんなもんでね、誰だって夢見るんですけどね、夢はまあいろんな理由で見えてくるし、気にしない方がいいんで、とにかく寝つく前に慈悲の瞑想した方がいいんですね。そうすると心をよこそ夢はなくなるんですね。で今はおっしゃったのは汚れるかもしれませんという原因の夢なんですね。そこはあんた気をつけてくださいっていうことになっちゃいますよ。ちょっと注意しなさいというね、まだまだ注意するべきところ残ってるんだよとね、まあそんな程度のことだと思います。で体調が悪くなるとね、この体から出てくる痛みとかね、不調とかね、寝ている場合は、まあ、脳にデータが行くでしょう。例えばお腹の調子が悪い、だから調子が悪いんだから信号がざっと脳に行く。本人が寝ているんだから、もう脳の思考するいろいろ脳がもう一旦機能低下しているんだから、その時は脳の判断やら仕事は全て夢っていうことになっちゃうんです。
その時も現象がいい加減選んだりする。一番面白いことは、ただお腹の調子が悪くて消化不良状態が脳に入っちゃうと、自分が夢ですっごいごちそう食べてるんですね。正反対なんですけど、そこで夢でものすごいごちそう食べた夢を見て、朝目覚めてみたらお腹の調子が悪いんですね。それで、ああやっぱりそうだ、夢でいっぱい食べたんだからお腹が調子が悪くて当たり前や、それじゃないんですよ夢で何も食ってないからね。脳だけ頑張ると、そうやってこの反対の現象を取ったりもする。ですから貧乏な人はものすごい金に恵まれる夢見たりするし、もう金持ちがひどい貧乏になる夢を見るんですね。金がなくなったとかね、大変なことになったとかっていう夢を見るんです。そういうところはね、夢の分析して占ってあげる人々にはいい商売ですってなりますけどね、大したことはないんです。まあいろいろ読めますから、とにかく寝すぐ前に慈悲の瞑想で寝てください。そうすると大体の問題は解決します。まあ心は本当に綺麗になってわがままが消えてしまったらね、まあわがままな夢とかね、それはまあ見られなくなりますから、もうこう脳の中にないんだからね、脳の中から消えるまでそういう感情がね、まあいろんな夢を見ます。それはそれほど心配することではありませんと思います。はい、以上です。ありがとうございます。